オスカー型原子力潜水艦。オスカー型原子力潜水艦は、ソビエト連邦海軍、ロシア海軍が運用していた、巡航ミサイル潜水艦の艦級に対して付与された、NATO コードネームである。原型のオスカー I と、改良型のオスカー E がある。ソ連海軍での正式名は、原型が949型潜水艦、改良型が949アンペア型潜水艦、であった。 また計画名は、原型が、グラニート、改良型が、安定位、であった。ソ連海軍第3世代の巡航ミサイル原戦、SSGN であり、大射程の P-700、グラニート、SSN-19、シップレック対艦ミサイルを24発という、極めて強力な対水上打撃力を備えている。ただしこのために、対水上打撃任務の原としては、 異例の大型艦となり、後継の八百八十五型セン型は、攻撃厳選、SSN と兼人の比較的小型の艦とされて、対水上打撃1任0の SSGN としては、今のところ本型が最後となっている。九百六十年代初頭、ソ連海軍初の対水上打撃任務の SSGN として六百七十五型潜水艦、エコー E 型が運用を開始したものの、 その主兵装である PE-6、SSN-3A、B、シャドック対艦ミサイルは、水中発射に応じておらず、発射前後のかなりの間、浮上を余儀なくされた。このことから、第二世代の SSGN として設計された670型潜水艦、チャーリー・アイ型では、水中発射に対応した PE-70、アメチースト、SN-7、7 スターブライトとされたが射程は短く、続く 670M 型潜水艦、チャーリー E 型では射程を延伸した P-120 マラヒート SSN-9 サイレンを搭載したものの、その射程は依然として西側の空母機動部隊の 300km 以上と目される制圧範囲に対して過小であった。このことから、 1960年代から1970年代にかけて海軍は空母を一発で撃破可能な長射程ミサイルの開発を要求した。莫大な予算が投入され、設計局の活動が制約されなかったことから、このミサイルの規模は拡大を重ね、信じがたいほどの巨体となった。1969年には P-6、70、 120都潜水艦用対艦ミサイルの開発を手掛けてきた第52設計局において P-700 グラニート SSN-19 シップレックの設計室が開設された。また1967年には第18中央設計局において第3世代 SSGN の予備設計が開始され、1969年には介護により正式に 949型ミサイル銃、潜水巡洋艦の設計依頼がなされた。主任設計官としては、プスチンチェフ設計官が任命されたが、1977年に死去したことからバラノフが後を継いだ。本型は、大型、大射程の P-700 対艦ミサイル24発、及びその関連設備を搭載する、必要上、水中排水量15000トン以上という、 攻撃潜水艦としては異例の巨艦となっている。これらのミサイルの発射等は670型 670M 型と同様に外角と内角の間に配置されたが、船体構造は全面的に複角式となって、高端性も向上し、艦内区画は9つ、予備浮力は32%を確保した。また、排水量増大の一因として、 居住性の改善も挙げられている。長期間の作戦構造を維持するため、スポーツルームの設置など、上員の運動や娯楽への配慮がなされている。熱帯地域での活動を想定し、空調機能も増強された。このような巨漢となったにもかかわらず、ソ連海軍は、さらなる艦型拡大を要求し、3番艦以降では、原子炉補機区画を分割して、 全長をさらに11メートル延長した発展型の949アンペア型に移行した。排水量の増大にもかかわらず、迅速な進出と飛退によって、奇襲効果と生産性を向上するため、水中速力の向上が求められたこともあり、原子炉としては、大出力の OK マイナス650、M 化圧水型原子炉が2機搭載入れるとともに、661型潜水艦、 パパ型と同様の二軸推進管となった。なお、原子炉は、原型では、OK、OK-650M01949、アンペア型では、OK、OK-650M02 とされている。電源としては、DG-190 ターボ発電機1機、424型、銀亜鉛電池152機2軍が搭載された。静粛性の向上のため、騒音源となりうる機器は、 すべて三段式のサスペンションに乗せられ、また船体には特殊な防音ゴムが重複された。ソナーとしては、MGK-540、スカト3が搭載されている。その原型となった、MGK-500、スカトにおいては、探知距離 240km とされていた。主兵層としては、蒸気の通り、P-700、グラニート、SSN-19。 シップレック対艦ミサイルを24発搭載している。海軍総司令官、セルゲイ・ゴルシコフ元帥は、アメリカ海軍の空母一隻に対するには、P-700 ミサイル36発、宇ち本数は、核弾頭装備が必要であり、本型1.5隻を持って、これに対する計画とした。またその測定のため、宇宙 ISR システムである 17K114、 レゲンダへの連接にも対応していた。オスカー I 型の一番艦は1980年に収益し2隻建造。オスカー E 型は1986年から収益を開始し、現在のところ11隻が竣行している。建造は全艦セブマッシュプレドプリアーチェ、北方機械建造会社、セベロドビンスク市第402海軍交渉で行われた。 冷戦の終結とソ連邦の崩壊、それに続く財政難の中で建造に多大な費用を要する本型の建造はなおも継続された。弾道ミサイル原子力潜水艦の活動が低調であること、冷戦後の環境において大地攻撃のポテンシャルをも有する 949A の能力は改めて見直され、1990年代後半には、 活動の機会が増えていた。その後、極度の財政難により、オスカー・ I 型2隻は、炉心交換されることなく除籍され、オスカー・ E 型も、事故で沈没したクルスク以外は一応在籍している、ものの、現在活動状態にあるのは6隻程度とみられ、北方艦隊2隻、太平洋、艦隊4隻、その他の艦は、修理待ち状態となっている。オスカー・ E 型の1隻、 K173 クラスのヤルスクも修理費用がなく経流保管状態にあるが、この状態を憂慮した同管官庁をはじめとする幹部がクラスのヤルスク市を訪問し、当時の州知事、アレクサンドル・レーベジ、元空挺軍中将、安全保障会議書記、エリツィンに対抗して大統領選に出馬したこともある。2002年事故死に修理費用を援助してくれる養稚場に及んだこともあった。 2000年8月12日、オスカー E 型の一隻、クルスク、クルスクはバレンツ海において演習中、艦首魚雷発射艦室で爆発が起こり、沈没した乗員111名、司令部要員5名、便乗者2名、総員死亡。ロシアにおいては、650mm 対艦銃魚雷、いわゆる、ェイキホーミング魚雷の火山化水素燃料の漏出、因果が有力な原因とみられている。 西側では、スーパーキャビテーション魚雷、シクバルが爆発した、という見方もある。ただしここまで被害が拡大した原因としては、魚雷発射管の扉の閉鎖が不完全であったことで、魚雷発射管内部で起きた爆発が、管外に向かわず、室内方向に向かったこと、さらに本来であれば、魚雷発射管室のみでとどまる、はずの爆発が、管内前方区画を貫通する換気ダクトを経由して、 指令室何も衝撃波が伝わったため、指令室内の乗員が行動不能に陥り緊急浮上などの装置が取れなかったことなども大きく影響したという。実際には主に館内広報にいた乗員を中心に、爆発直後には館内に数十人単位の生存者がいたというが、乗員の一人が残したメモによれば、少なくとも23人が生存していたことが確認されている。 爆発の衝撃で緊急脱出用ポットへ向かう通路が塞がれ、また前述のように緊急浮上等が行われなかったため自力での脱出は不可能であった。爆発に伴い管内の原子炉は緊急停止し、非常用バッテリー、巨雷発射管室の直下にあったというも爆発で失われたことから、管内は停電し外部への通信手段も失われた。 このため領艦がクルスの異常に気づいたのは翌日未明のことで救助の初動の遅れにつながっている。さらに停電の影響で二酸化炭素濃度の上昇が避けられなかった上に艦内への浸水も徐々に始まっていた。ロシア海軍は潜水艦救助艇3隻を現場海域に派遣し救助を試みたが爆発の影響でクルスクの艦隊後方のハッチが変形してしまっており、 ロシア救助艇の装備では変形したハッチを開け出しつぐ口を片付けることができず救助は難航した。最終的に事故発生から9日後の8月21日にロシアからの要請に基づきイギリスのルウェイから派遣された救助艇が飽和潜水による潜水作業員を進出させ派を開けることに成功したがすでに艦隊は完全に海水で満たされており 中の全員の死亡が確認された。クルスクの船体は、発射管室を切り離された後、2001年10月23日に引き上げられ、ムルマンスク市近郊のロズヤ公募町まで栄光され、同庁にある第82船舶修理工場の大型浮きドックに運び込みで、同年末までに解体された。なお、本型の引き上げ作業の過程で、今まで不明であった P-700、700 グラニートの外見が判明する写真が公開され、それまで西側の文献に掲載されていた予想図は似ても似つかないものであったことが判明した。この事故の後、本型は1年ほど出港を禁止された。その後、クルスクの代替として工事が中断していた K-329 ベールゴロドの建造が再開された。同感は2006年前半において80%の 完成度であるが、同年7月20日、ロシアのセルゲイイワノフ国防相は、国防相はベールゴロドを必要としない。我々は、これ以上、同官の建造資金を拠出するつもりはないと語った。この発言により、外国に売却されるという極少数の可能性を除き、K-329 が就航する見込みは、なくなったと言える。 2008年2月12日に浸水したボレー型原子力潜水艦、ユーリードルゴルーキーの艦隊には、建造中止になった、K、K135、K160 の艦隊が、流用されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。